ピエル・ルイジベルサーニは、イタリアの政治家。現在、会員議員。民主党書記長、欧州議会議員、経済開発省、運輸省、エミリア・ロマーニャ州知事を歴任した。エミリア・ロマーニャ州、ピアチェンツァ県のベッドラ出身。ボローニャ大学卒業後、教師として就職したが、イタリア共産党の活動に従事する。ピアチェンツァの副市長を経て、 1990年にエミリア・ロマーニャ衆議会議員に当選し、副知事に就任。1993年から1996年まで知事。1996年、ロマーノ・プローディ率いるオリーブの木を中心とした中道左翼政権に経済開発省として初入閣。マッシモダレマ内閣でも運輸省として入閣する。2001年の左翼民主主義者から、 会員議員選挙に出馬し、初当選。DS や PD では、経済の政策責任者として活動する。2004年に欧州議会議員に選出されるも、2006年に会員議員に復帰し、第二次プローディ内閣において、経済開発省として再入閣。2009年に民主党書記長に就任。2012年12月2日には、 2013年2月の総選挙における民主党を中心とした中道左翼陣営の首相候補に選出された。総選挙の結果を受け、3月下旬にジョルジョ・ナポリターの大統領より組閣に向けた連立交渉を支持されたが難航し、3月28日に交渉失敗を報告した。4月19日に行われた大統領選挙で、 中道左派の候補として擁立したプロディ元首相が当選に必要な過半数の票を得られなかったことから翌20日に初期長辞任を表明した。2012年12月にベルサーニが中道左翼陣営の首相候補に選出された際、首相就任時にはモンティの財政禁縮路線を受け継ぐ姿勢を表明していた。1980年に結婚、娘が二人いる。 ありがとうございます。